ジャニーズ事務所に僕が踊ってるビデオを送ったんですね。こんなことができる、あんなことができるっていうものがこう分かるようなビデオを作って送ったんですよ。そしたら社長のジャニーさんからすぐ電話来て、はい、それからこの人生が始まったと。やはり自分がすごく影響を受けたマイケル・ジャクソン、ジャネット・ジャクソンのね、そのチームで仕事ができたらいいなっていう夢があってですよね。最初は そこに行けるとは思ってないですよね、やはり。でも日本でキャリアを積んでトレーニングを積んでいく中で、やはりじゃあ次はそこに到達してみたいっていう気持ちがあって、一番最初にジャネット・ジャクソンのツアーの時かな、その時にラベル・スミスと会う、部屋で会う機会がありまして、そこでいや実は僕はこういうことをやりたいんだという話をしたら、名刺をくれたんですね。そしたらマネージャーの名前だったんですけど、そこに英語の分かる方から電話、僕のスタッフの方から電話してもらってですね、それでどういうことやりたいんだって言われたので、自分が踊ってるビデオをまた撮って、常に僕はそれが原点なんですよ。とにかく自分の踊ってるビデオを撮ってアピールするっていうのは。でそれで送ったんですよ、ロサンゼルスに。そしたらすごくいいから、じゃあいろいろ紹介してあげるよってことを言ってもらって、で行って、でそのマネージャーの住んでる敷地内、同じアパートの中に住まさせてもらって LA がスタートしたんですよね。でそこにはトラビスもいるし、はい、ラベルもそうだし、他にもいたんですけど、いろんな一派がいまして、やっぱりそういう風になりたいなっていうイメージだったですよね。ラベルスメイツはジャネットのツアー、リズムネーションツアーも行ってるし、バッドツアーも行ってるね、バッド、デンジャラス、ヒストリー全部行ってるもんね、はい、でマイケルからも信頼されてって、
僕はトシちゃんでそういう、立場でやらせてもらったので、マイケルで今度はやってみたいなっていう、マイケルから必要とされたいなっていう思いがありました。でやはりダンサーの振り付けだけではなくて、本人 の, パターンの振り付けもできるので、それからボディダブルっていって、いわゆるダミーですよね、替え玉みたいな、そういうのも僕はできるという、なんかその3点セットみたいな形でアピールしたかったですけどね。タコはすごくナイスな人で、優しいしですね、でいつもクラブに、ナイトクラブに誘ってくれてね、よく誘いの電話もらってね、行きましたね。僕 の, 仲介人を通じて、なんかマネーのビデオをなんかやるプロジェクトがあるみたいでね、そしたらマサトに出てほしいんだみたいなことは非公式に言われたことがありますけど、でも実際にはね、それがマネーはプロジェクトがねなかったのでね、残念なんですけど、96年の福岡ドームは僕は2日間と見に行ったんですけど、そのマイケル・ジャクソンのポッピング、ビリー・ジーンが今まで見た全てのビリー・ジーンの映像の中で僕は一番だったんですよ。それぐらい、もうね、スクリームで始まった時からね、もう全然動きが違ったので、あ、今日は期待できると思ったんですよ。今日はノリノリで期待できる、これ絶対ハウステンボスで遊んできたからだなと思って、もう絶対超ノリノリだなと思って、したらもうビリー・ジーンはすごかったですよ。でその日の晩にホテルでタコとそういうやっぱ話をして、そうそうそう、昨日のマイケルすごかったでしょみたいな、だよねっていう。イメージアウトのプロデューサーに僕のやはり踊ってるビデオを見せて、で黒人以外でこういう動きをする人は見たことないって言ってくれてですね、でそれで僕とあと子供の頃のジャクソン5の頃のマイケルの動きを黒人のね子供の子にっていう話だったんですけど、その子がですね、シューティングのね撮影の前日リハーサルかなんかにクビになっちゃったんですよ。それもマサトがやれと言われたので、その急遽その子供の頃の動きも、はい、やりました。ベビーフェイスがいたり、ヘビーディーがいたり、ね、マジック・ジョンソンがいたりっていうとこなわけですよ。普通にこうやって出演者エリアっていうか、やはりそのマイケル・ジャクソンっていう人が出てきたっていうことでもう会場中はもう大騒ぎでしたよ、やはり勝負なので、僕としてはやはりマイケル・ジャクソンに僕という存在を分かってもらって、才能を分かってもらって印象付けたいっていう気持ちがありますから、やはり緊張感もありましたよね、はい、でもオーディエンスの方がみんなそのなんて言うんでしょうね、向こうの方はこう見方がうまいというか分かってるというか、本当にいいと思ったらわーってなるし、そういうなんかこうリアクションが踊ってて楽しかったですね。あれね、ものすごい踊りにくかったんですよ。それこそこうやってスクリーンで用意して、で足元が映んないからって、じゃあこの台を斜めにしようって話になって、床を斜めにされちゃったんですよ。でこの状態で踊れって言うんですよ。
確かにスクリーンからもするとそうするとちゃんと見えるんだけど、その発想がね、おいおいって感じでしょ。で、 Q がきっかけがそのウェスリー・スナイプスのしゃべりで、何の言葉で入って何の言葉で終わるっていう、それが約束のと、そのここまでだよっていうところを分かってたんだけど、まあ、ウェスリー・スナイプスも早口なもんだから、それよりもこうちょっと言っちゃうんだけど、でもそれよりも僕の中でいやいやもうちょっと粘ってやろうっていう気持ちがあったんで、ちょっと長めにやりました、はい。そこで歌うっていうことはなかったと思うんですね、事前にね。で、パティ・ラベルが耳打ちをして歌わせたっていう感じだったと思うんですよ。だから、おパティ・ラベルの力は強いなって思ったのと、それからおマイケル生歌ここで聴けたよみたいな感動と、はい。でもそれよりも何よりもこっちにハゲてきたら俺は会えるから準備しとかなきゃみたいなのとか、いろんなこと考えてましたね。いや実際はね無理でしたね、はい。こうやって来てカメラクルーと一緒にこうダーッと来てそのままバックステージに消えたので、いや僕の中では別にそこで焦らなくても、まあ、周りの人間が紹介してきっちりしてくれると思ってたので、そこであえてガーッてこう無理に行かなくてもいいなと思ってたんですよね。でもその後はクリントン大統領の就任パーティーに行かなきゃいけなかったみたいで、もうすぐ出ちゃったもんですからね、残念だったんですけど。タコとかね、あとはエージェントとかね、そういうところに自分の踊りのビデオは常に作って送り続けてましたね。マイケルがやったことが本当にそれっぽくできるっていうアピールだったり、全く自分の想像したマイケル・ジャクソンを作って撮ってみたり、いやもう本当に待ちに待った、もう本当に渡米してからずっとこういう機会を狙ってたっていう感じだったので、もうその曲編成から振り付けからマイケルにアピールするものを集めて作ったっていう感じですね。7分ぐらいの構成だったと思うんですけど、まあ最初90過ぎのおじいさんから特殊メイクは、僕自分の90歳になった時の顔っていうのを持ってたんですよ、特殊メイクの、はい、別の仕事で。だそれをつけてでおじいさんに出てって、でそれでスリラーでこうだんだんぐーって若者になってって、そのマスクをバーンって取ってユーロックマイワールドから始めるっていう、もうあんなに心臓が飛び出そうになったハードなナンバーはないね。自分の19そのアメリカ行くって言ったのが1990年でしょ、だから17年分ぐらいのものを背負ってそこのところに立つわけだし、そこで全然なんかノーリアクションにされる可能性もあるわけだし、それはね怖さだよね。僕が入ってったら前の人と話してたんだけど、僕の顔見たらもうそっちのけで僕のところにバーって来てくれて、でそれで You are very creative って言って、すごい そういうこと言ってくれて、まあ、僕が一番欲しかった言葉っていうか、ただすごい上手かったよとかね、素晴らしいダンスだったとかっていうのは結構普通でしょ。でもすごい
ベリークリエイティブって言ってくれて、いや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 、僕にとってはあなたは世界で一番のクリエイティブな人なのに、そんな人にね、そんな言われたらみたいなのありましたけど、でも嬉しかったですね、やっぱり、はい、すごくね、普通でピュア、はい、すごく普通で、いやマイケルどうする、今何して遊ぶって言ったら、うん、じゃあこれしようよみたいな感じで遊べるような人って思いましたね。そのおじいさんで出てったんですけど、その時の動きを、まあ、もう一回やってみたいなこと言われて、で、言われたんだけど、僕はすぐ反応しなかったもんだから、こんな感じだったじゃないって言って、マイケルが自分でやってみせたんですよ。それが目の前でびっくりして、うわーって、で僕しか見てないですか、それ、うん、ここでマイケルがいて僕がいて、周り誰もいなかったですから。うまかったどころじゃないよ、マイケル・ジャクソンになってた。だからいつも僕は思ってたんですよ、僕がマイケルにもし振り付けさせてもらえたら、それ以上に彼はものにするだろうと、絶対に。それはこうとっても楽しいことじゃない、自分が意図した以上のことを返してくれたら。すごかった、フットのね、足のこういう感じだったんだけど、フットのその足の使い方っていうのはもう本当すごいよね。スターサムシングの JB のところとかもそうだけど、もうすごいよね。僕はあなたをネクストレベルに連れていくことができるということを言ったわけですよ。で、僕にはそのダンサーの振りもできるし、マイケルのニュアンスの動きもできるし、それから、進化系の動きも振り付けできたりとかするので、僕はあなたをネクストレベルに連れていけると思うので、僕を使ってくださいっていう話をしたんです。そしたらアドレスを置いてってくれって言われたので、はい、びっくりしてショックで悲しいっていうのは当然なんですけど、なんか変な感じでちょっとほっとした感じもあったんだよね。要するに自分がずっとこう目指してきて苦しい思い、それが果たされなくて、ずっとそのことばっかり考えて、こうやってどうしたらいいんだ、もっとこうしなきゃいけないとかっていう時間がすごく長かったし、まだ求めてたし、でそんな中で結局もうほら、やりたくてもやれなくなっちゃった状況でしょ。これで、ああもう本当にこれで終わっちゃったからどうしようもないじゃんっていうような、なんかもちろんずっと見続けていたいし、元気でハッピーなマイケルを見てたいけど、まあ、それだけ僕は真剣に彼のことを思って追ってきたからだと思うんですけど、そんなようなのもあったよね。僕はその、まあ、もちろんマイケルのツアーで踊ったりとかして、ね、それこそ東京ドームとかで帰ってきて踊るっていうことを夢見てたけれども、でもそういうことをして本当に自分がやりたかったことっていうのは、マイケルに認めてもらいたかったと思う。それを考えたら、ダンスというものを見てもらってね、で振り付けというものも見てもらって、その褒めてくれた言葉をもらったってことは、まあ夢が叶ったっていうことにもなるのかなって後に思うようになりました。本当は亡くなった時に、なんだまだ俺の夢っていうのは叶わず終わっちゃったじゃんって思ったんですけど、でもちょっと待てよっていうふうに思って、僕は確かにそのバックで踊りたいっていう夢はありましたけど、でも
結局その先にそういうことをして彼に認めてもらいたかったっていうことなんで、それは一つ叶ったんじゃんって思ったかな。まあちょうど僕の今の年がマイケルが亡くなった年なので、で僕はそのマイケルが亡くなった年になったら、よし俺がマイケル・ジャクソンを引き継ごうみたいな感じでいたのでね、なんかそれこそマイケルの進化系じゃないけど、マイケルが50歳を過ぎて生きてたらこんなパフォーマンスをしたよだろうなっていうのを自分で表現したいなって感じですかね。But this is something I've gotta do for myself. I'm thankful, but I can't take the help. Gotta do this my way, my way, my way. Just to be a better man. All I need is to clean the slate again. But I know.